反乱軍は織田軍との戦いに勝利。今川義元と袁紹を味方に引き、織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。というわけで到着。風魔の旦那はまだいる？ん？穴井大義、それと銀平殿、女皇殿。いえ、いいんです。こういう時のために女皇殿に鍛錬してもらっていただけですから。いいな、鍛えられたのは拙者の方でござる。鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは。うん、心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。信長の秘密に迫るためにもおのおの力。はい、力いっぱい頑張ります。この上皇命にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張。それにしても風魔の旦那、今回。腕輪のありかと氏康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をそっち見りゃいいですね。だって敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。どうしよう、炎章殿が動いてくれません。名族に無理強いはできないね。けど袁紹殿が果たして本気かどうか。ルナさんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいよ。得意の関係で血を割らせてみよ。うるさい。あれ、風魔さん以外に人間がいるけど。あの者らも氏康の忍びを狙ってるようだ。先に接触されるとちょっとまずいな。敵の敵は敵ってことですね。じゃああいつらも全員やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですかい？おお、信長さんに従ってて大丈夫？あの腕はとんでもないことが起こっちゃう。な、なに？とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、カイ。今はお父様を信じて進まなきゃ。腕輪をもらう制度という二つ、信長に教えてやる。またよからぬことを考えてますな。まさにこの道を行くものというべきか。突撃、見事な戦ぶりを。あの荒手、まがまがしい兵を連れておるの。詳しい戦の経験長いけど初めて見たよ。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？仕事。不気なところがそっくりだな。あの人たちすごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。されているか。今こそ気力を奮い立たさねば。よく来てくれた。日本に切るぞ。よし、私が敵の体に挑もうてか。やっぱりすごいっすね。用の部隊が入ってくる。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。相手になるぞ。こんなところで負けちまうとは。獅子奮迅の働き見事、それでこそこの炎鵬巨牙軍の将である。もらいゆけ、いざ。真の三国武将みたいですね。え、まさにそう？失礼しました。まさにこの道を行くものというべきか。見事な戦ぶりを。敵将見つけたつ。と無様な。私が行こう。さあ相手になるぞ。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。死ね。生々しい連中は片付いたようだね。じゃあその目的を達成しようか。ヘイ、風魔の旦那をとっちめるクロスですね。何なのよ、あの怪しい女。いきなり襲ってきて。俺たちが傷ついてしまった。カイン、一度体勢を立て直しましょう。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですかい？いや、門を開いて本陣に交代。策の匂いがプンプンするが、果たして。敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が部にて策のと打ち破ってみせよう。本陣に氏康の忍びはいないようだね。ってことはやっぱり。罠にかかってくれて嬉しいぜ。ここからは過去中堅が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。氏康もだけど一番の問題は信長じゃな。あの男一体何を考えておる。まあ信長は元の世界での理解不能ですからね。十分に返せたよな。俺の負けだ。あとは好きにして敵ながら見事武をもって恩義に報い申した我に用があるのだ。行くとすか。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないわね。風魔の旦那、ここで分身の術ですかい？じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身のの術とは恐ろしき技に非幻惑されている実態を見極めねば。すごい、私も頑張って鍛えればできるようになるかな。腕とかあの女とか気になることはあるけど、今小太郎を守らなきゃ。風磨さんが打たせない、私が相手を務めます。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。こんにちは、響きですがよろしくお願いします。え、何が響きよ、凄まじいバカ力じゃない。この子の方がよっぽどクマなんじゃないの。すっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。獅子奮陣の働き、見事。それでこそこの炎本書が軍の将である。遅くなってすみません。風磨の旦那の居場所が分かりました。さあ、風と戯れ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、明徳炎本社がいる限りここは誰も倒さんぞ。これは助かっちゃったね。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？あれも名族は伊達じゃないってことかな。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。これが炎章殿の攻略、実にお見事。お父様の道を信じて戦ってきた。負けてしまった。私は一体どうすれば。そなたこそ真の三国無双よ。やるのう、おことのようなものの不こそ国の礎よ。さて、観念してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。風は捕らえられぬ。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったしよしとしようか。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探して、私たちはお父様を信じついてきました。で、これ以上織田軍のもとで、簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければ、きっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直あの女の言葉気になって仕方ないんです。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。知ってる顔もいるし、そっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。ん、皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎じゃし。ああ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえばあの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのにまた謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてです。おう、名族はひげも志も立派なのじゃ。わらわも名族に手を貸そうぞ。言いたい、ここで待機。